四節より一節までを読みます。開いてください。よろしいですか？エレミア一書の四節より十節まで。みんな一緒にどうぞ。主の言葉が私に臨んだ。私はあなたを母の胎内に作る前からあなたを知っていた。母の胎から生まれる前に私はあなたを性別し、諸国民の預言者として立てた。私は言った。ああ、我が主なる神よ。私は語る言葉を知りません。私は若者に過ぎませんから。しかし主は私に言われた。若者に過ぎないな、過ぎないと言ってはならない。私はあなたを誰のところへ使わそうとも言って、私は命じることをすべて語れ。彼らは、を恐れるな。私はあなたと共にいて、必ず救い出すと主は言われた。主は手を伸ばして、私の口に触れ。主は私に言われた。見よ。私はあなたの口に私の言葉を授ける。見よ、今日あなたに諸国民、諸王国に対する権威を委ねる。抜き、壊し、滅ぼし、破壊し、あるいは建て、植えるために。アーメン。祈ります。主なる神様、今日この時間も、罪を悔い改めて、イエス・キリストの皆を命の救い主として迎え入れ、神の国なる資格を与えられた者どもが、信仰によって身元に近づいてきております。一人一人が信仰によって、主の御言葉を、しもべの口を通して聞き分けることができますように、主の聖霊によって助けてくださり、日々日々成長し、成熟し、イエス・キリストの大きさに近づくことができますように、一人一人を助けてくださり、信仰によって約束されたすべての祝福を受けることができますように、子供たちの信仰も整えてください。イエス・キリストの尊き皆によってお祈り申し上げます。アーメン。ハレルヤ。主は生きておられます。主は生きておられますね。問題はどこにおられますか。主イエスはどこにおられますか。天におられるから、見えないところにおられるから、あんまり関係がないと思って、勝手に生きる傾向が強いわけですね。しかし、主イエスは聖霊によって皆さんの中におられますから、イエス様の姿を目の前にしているかのように信じて、その方に従わないといけないことを悟りますよ。篠原博士、今向こうを歩いてる人、ちょっと見てあげてください、顔、一回ぐらい。この人です。どっか座りな。元気しすぎて、これうろうろしてます、今。彼がうちの教会に来たのは、うちの教会を開拓して6ヶ月ほど経った時の話です。彼が初めてうちに来て、教会のスタッフとして、共に暮らしをしながら、頑張るという約束のもとでうちに来ていたときに、私が外から帰ってきたら、篠原博士君というか、椅子に座っていた、椅子に。椅子に座っていただけども、こういうふうに斜めになって座って、斜めになって、偉そうに。で、まあそれはいいんだけど、牧師が、入ってくる、来たならば、こう、姿勢を整えて挨拶くらいはしてほしいと思ったのに、少なくとも私との話がこれからあるから。しかし彼は斜めに座ったまま、チロジロ見てる。で、私は内心こう思ったんですよ。結構生意気な奴が来たんだろう。そう思ったんですよ。それで、教会のスタッフとなって、君、あ、その話をしたの。教会の人間になれば、こう、挨拶くらいは、まともにしないといけないと。
少しくらい礼儀を正しくしないといけないと。人との人との、人と人との接触が多いとこだし、身内だけじゃなくて、特定できない、いつ誰がどこから来るかわかりませんからと。そういう話をしたところ、彼は、私は生意気だけじゃなくて、この足が曲がりませんから、足が。足が曲がら、曲げることはできない足を。だから曲がれない足だから、こう、斜めになって座るしかないってことだ。ああ、それを聞いて、悔い改めたって、ああ、見た目で判断してはいけないと。正教に。それで彼は、この足が曲がらないからという。通訳を確認してください。いいですか？それで足が曲がらないからまともに姿勢を整えることはできないと。これは一つ目の弁明ですね。それで、それからまた聖火台に立って神を賛美すればと進めたら、今度は、ここから音が、声が出ないと。もう自分は小さい時から、ここからこれ以上の声が出ないから、賛美なんかできるもんじゃないかと。ないと。また弁明をするわけですね。それも、実にその通りですよ。小さい、幼い時からのことだから、彼が言ってる通りに、訴えないってわけ。しかし、それも弁明に過ぎないの。今日の主の御言葉に、聞くと、あなたは、若すぎると、弱いと小さいと少ないと、病人だと、こういうふうに言ってはならないと言ってはならないと。主なる神はそう語っておられますから。ハレルヤ。皆さんが見てる通りに、彼はあっちこっち鹿のように走り回ってるの今。今だとその後すぐから。なぜ？あなたは足が弱いとか足が曲がらないとか言ってはならないの。それは神様と関係なく生きる時の話。イエスの皆を受け入れて神の子になったならば、そういう弱さは全部神様が乗り越えさせてくださる。約束は聖書全体にあるからであろうと。信じる人だけはアーメンと呼ぶ。イエス様に。ハレルヤ。昨日、おとといも、向こうである人に転倒しながら、転倒したの二人のタクシー運転手に。信じるならば最初からまともに熱く正しく死になさい。そうしないと1年、2年、3年、10年だっても意味がないし、まだ家様から離れたくなるから。でも一度信じると決めたならば最初からまともに信じて、どうすれば家様に会えるか、どうすればその方の力を祝福を受けれるかを、担任牧師たちに尋ねて、直接聞いて、最初からまともにやってみて、1年まともにやっても納得できないんだったらもうやめなさい。それで地獄行きなさいと。そう言ったんですよ。みんな一緒に信じるならば、正しく信じるべきだ。信じるならば、熱く信じるべきだ。信じるならば、イエス様に手をまで求めるべきだ。その力と祝福を受けるまで求めるべきだ。それで結果的にイエス様が偽りの神だったら、やめればいい、その時に。やめればいい。でも、必ず真実に求めれば、そのうち会えるはずなの。会えるはず。なぜかというと、その方は我々を苦しめる方、縛る方、搾取する方じゃなくて、祝福したくてたまらない方でありますから。信じますか？篠原博士は、もう誰よりも足が強いの、今。そして、だから夜中も寝ないでも、あちこち歩いてるの。足が強すぎて、元気すぎて。それで、声撃なんか、賛美の練習の時にも、ヒロシはちょっと声、小さく、そんな大声、ありかけの声出さなくてもいいと、彼は今そう進めやってる。声が出すぎてるの。ハレルヤ。声撃の練習なんかしてれば、で、この中で俺を聞いてれば遠くから。マイクなしで向こうで練習してても聞こえてくるのは彼の声だけなの。声が出ない？声が出ないの？
出過ぎてるの。もう節制しないといけないぐらい節制しないと。ですから聖霊様は節制の力もくださったの。なぜ神を信じて熱くなるとつい誇り高ぶり、もう頂点になって制御できなくなる。なぜ、あり余るほどの祝福が来るからですよ。神様から溢れるほどの祝福が来るから、喜びが来るから、幸せが来るから、もう制御する力までもらわないとどうにもなりませんよ。もう飛んでいきますよ。ハレルヤ、信じますか。ですから聖霊の身のうちに、聖霊の身のうち力に節制の力も神様は約束して用意してますよ。飛びすぎても困りますから。神様、もういいです、私はこれで十分ですと。これぐらい神様は約束を満ちてあるほど、あふれるほど与えてくださる方であると信じれば、もう私たちは弁明なんか準備しちゃいけませんよ。主が今日おっしゃいました。あなたは若すぎると、弱いと、乏しいと、元気がないと、こんな弁明は言わないと言ってはならない、それは。ふさわしくないから。なぜ私が常に必要なものを与えておるのに、なんであなたはいつも、弁明ばかり作ろうとしてるのか。私が共にするから、言葉が知恵が足りなければ、あなたの口に言葉も知恵も与えるし、力が足らなければその力を強めてくださるし、何でも必要なものはある程度用意して待ってる。そのために死んでおったのに、今更何を弁明ばかり作ろうとするのかと。言い換えればそういう話でありますよ。アブラムの前に二人の天使が現れて、来年の今頃あなたの妻サライが身ごもって男の子を産むと言ったら、天幕の裏でアブラムの妻サライが笑っていたの。いや、いくら天使様でもとんでもない冗談おっしゃってますね。私の年はもう90近いし、主人の年は100時間近いのに、女性としての命はもうとっくに終わってるのに、今更子供を産むなんて、いくら神様でも天使様でも笑ったんですよ。そしたらその天幕の裏で笑ってるその姿を見破った天使が、あなたを笑ってる、あなたを笑ってるだ。その声がサラの耳にギュッて聞こえてきた。恐ろしくなって、いや笑ってませんよ、見えないところでこそこそやってても全部神様にはお見通しなんですよ。天使の目にも見える隠せないことが神の目にだから隠れることはできると思いますか。隠せない、こそこそ見えないところでやってても全てがお見通しでありますから、裸当然です。私たちの人生は信仰が本当にあるのか、本当に信仰がないのか、本当に真実に信仰生活やってるのか、偽ってるのか、全部お見通しだ。みんな一緒に天幕の裏で笑っていても全部見えるんだ。心の奥底まで見えるんだ。信じますか。ですから、イエス様を信じるならば、正しく、熱く強く、本当に、もう、まず人に見せかけての前に、自分でも納得ができる。なぜあなたはイエス様を信じてるか。こういうわけで信じてるという。ちゃんとした証を持って、結果を持って、納得できる、感謝できる、幸せを語れる。永遠なる人生を語れる、そういう人になればいいです。聖書は全体的に弱い私たちを助けるために神様が天使を送って、あるいは御言葉を送って、あるいはご自分の体を表して私たちに近づいてくださった話ばっかりが書かれている。これは聖書です。信じますか。アブラムの奥さんのサラに1年後子供ができて、生まれた子がイサクであると信じますか。イスラエル民族が
エジプトの奴隷生活を430年ぐらい続けていて、もうその嘆き声が天の御国に届いたときに、神様がご自分のしもべモーセをエジプトへ使わそうと思ってモーセを呼び寄せた。その時にモーセがまた神様にこう言うんですよ。神様、私なんかは口も舌も重いものですよ。もうミディアンのあるので、80歳のならばで、もう老弱しまして、言葉も語れないものなん、こんなものをエジプトへ送って、神様はどうするつもりですか。送れるものを送れ。力のもの、知恵のあるもの、口の達者な人間を送ってくださいよ。民の仕事にふさわしいものを送ってくださいよ。私なんかは向いてませんよ。何も語るだできない。80になってる。もう老弱してる。年老いた老人に過ぎませんので。こう、モーセが自分の今のありのままの姿を神様に申し上げたときに、主なる神は何とおっしゃいましたか？それはあなたが心配することじゃないんです。なぜかというと、私があなたの口に私の言葉を置くから。あなたの口の思いごと、舌の固いことなんかは心配することもなかった。ハレルヤ。人はいつも現実を見て、人はいつも自分の今の姿を見て、気を落としたり、それで弁明を作ろうとするわけです。しかし、恐れては、神様はいつもそういう私たちに恐れてはならない。私があなたと共にいるから。ソロモン王といえば皆さんほとんどの人はご存知でしょう。彼が王になった時に神様にこう祈ったんです。神よ神よ。一千頭の捧げ物を焼き尽くして捧げた後に、彼が夢の中で神様との霊的な交わりの中で神様にこう言った。神よ神よ。私は自分の父なる父、旅での王から、この国を受け継いで王様に王になっていますけれども、民の数は多くて、しかし私は若すぎるし、治める力も知恵も知識も何も持っていません。私は若者に過ぎませんので、この授かった国をどうすればいいですかと、求めたときに、神からソロモンに国を治める知恵が与えられた。ソロモン王の時代がイスラエルの歴史の中で一番豊かな国であったことを信じる人は、そのあなたの神でもあるイエス・キリストにアーメンと送って、皆さんの人生のすべての弱さをイエス・キリストの強さによって逆転勝利と導いていただくことができることを信じますように、主イエスの皆で祝福します。アーメン。ヘブライ書の10章の38節以下に、私の正しい人は信仰によって生きるとあります。私の正しい、神様の正しい人、すなわち神様の人として正しい信仰の持ち主は信仰によって生きる。神のものといえばね、力で生きるじゃない、自分の力で知識で生きるもんじゃない、持ち物によって生きるんじゃない。手の力で生きるんではなくて、神への正しい信仰によって生きるもの、これが神様の正しい人。神様は私たちに強さを求めてないの。私たちの豊かさを求めてないの。私たちが神への正しく生きること、正しい信仰によって生きることを求めておられますよ。その正しい生き方というのは何ですか？神様を直視すること。御言葉に戻っていって正しく、右にも左にもそれないで、まっすぐに神様に立ち向かう信仰、これが正しさなんです。神様を眺めれば何でも不可能がなくなりますから。神様から目をそらしてしまう瞬間に、人生は達成状態に立ち上がる。信じますか？今回の韓国 EMC ジャズゴスペルバンドの韓国ツアーは、まさに今日の御言葉を裏付けてくれるようなツアーでしたね。うん。もう感無量。一言で言うと感無量。
うちの教会がたったの2万円で教会開拓を命じられてスタートしたんです。だから2万円という金が自分の人生にないから、2万円すらも持ってない、それよりも貧しい生活だから俺は勝利できないとか、そういう弁明はもううちの神様の前では通用できない。なぜかというと、うちの教会が2万円で始まってから。今まで自分の人生にたったの2万円も手に入ったことがない人がいれば、ここに出てきてください。今2万円出しますから。2万円あれば人生勝利できる。でも私は2万円もないからダメだと思う人がいれば、今ここに出てくださいよ。今日の献金全部差し上げますから。ハレルヤ。笑ってばっかりで誰も手を挙げないのは2万円くらいは少なくともあったってことです。2万円は。2万円でうちが勝利したんじゃなくて、2万円がなくてもたとえ勝利はできたはずです。すなわち、2万円しかないときに、誰でも2万円くらいは持っていれる。そういう弱さで出発を命じられたそのときに、神は聖霊によって誰が流れるヨルダン川に、足を踏み入れてくれるものか。流れるヨルダン川、足を踏み入れたら、そこに入ればもう流されて死ぬことになってる。人生終わりを意味する終わり。信仰なしに入れば死ぬことを意味します。しかし、信仰によって入れば、流れる川が、私たちを、命を狙っていた川が、真っ二つに道に変わる。死が命に変わる。という意味であります。2万円しかなかったから、開拓資金が。この説教台一つもなかった。説教台も今向こうにある譜面台。あれは立派だね、あれは。結構高いでしょ。あれよりももっと染まったのはここにあるもん。あ、こんなもの。お茶の水の駅前の楽器店で4500円。一番安いもの。4500円。で、買い取ったのはこれにちょっと似てるね。トマトのこういうもの一つを買って、これを説教台の代わりに使い、当然、聖火台が使う、こういう譜面台なんかは、もう一個買う余裕はもちろんなかったんです。ですから、街中をうろうろ歩いて、これぐらい長い、これぐらい、幅はこれぐらいの、これぐらい長いこの板を一つ街で勝手に拾ってきた。それは私の部屋の本棚の隙間に、この板を挟んで、その板の上に賛美歌の本を置いて、で、うちの伝道師がある人からもらった中古品のギターを弾きながら開拓礼拝を捧げたんです。これだと誰でもこれぐらいは人生に準備できるでしょ。ああ、私の人生はそれぐらいもないから俺は勝利なんかもう期待できませんと絶望するしかないと。そう泣く人はいないはずですよ。でも、だったら、これがあったから、俺たちが勝利できるわけでもないし、とにかくこういう状態で始めた教会が、今回韓国ツアー行ったらね、向こうの人々はみんな驚いてしまったんですよ。このバンドの実力を、まずは。すごいね。みんな驚いて。それから、バンドの実力をはじめとして、このボーカルの歌を、姿、踊り、歌、もう三味一体。こんなに神を賛美して、自然体で、すっごい、誰が見ても、本当に神を賛美する姿が、かないと思うぐらい。こんな賛美ができるものを見たことない、というふうに、彼らは、もう、口から口へとそういうふうに、驚いた言葉を語っていました。評判良かったんです、評判。テチ中福音教会の、テチ中福音教会の選挙、海外選挙チーム長はね、チーム長は前に出てマイクを持ってこう述べたんですよ。私たちが15名で、11名で日本選挙に行ってきた。霊的に眠ってる、霊的な不持ちで眠ってる日本人を起こすために、日本選挙に11名で行ってきたのに。
同じバンド6名とボーカル6名、同じ11名の日本からの EMC バンドチームが、逆に韓国の自分たちを起こしに来てくれたと。恥ずかしいと。そう言ってました。なぜかというと、もう分かりやすければ、僕のチームとうちが比べができない、比べができない。うちのセミと、うちの賛美チームと、この、大人の子供の違いです。誰が見ても、全く音楽関係の知識がない人が見ても、分かるような結果を出してくれたんですよ。ハレルヤ。主なる神様に感謝の栄光な拍手を送ります。若者に過ぎないと私は、そんな弁明は、信仰のないものが吐くものですよ。信仰があるものは、信仰があるものは、自分は弱くても神の大きさで結果を出しますよ。自分は弱くても神の大きさで強さで結果を出して語るのが証であろうと信じますように。アーメン。また今回この、ロブシードといって愛の種。愛の種まき。こういう意味での、このコンサートは、韓国と日本と、日本ではうちの教会が、韓国では、5つのチームが参加しました。これを主催しました。インターネット、インターネットサイトのカットピープル、神のカットピープルのチーム、音楽チーム長がこれを主催。しましたね。彼はこんな大きな規模になるとは思ってなかったって。なぜかというと、日本から来ると言うから、もう見るまでもない。日本から来るチームぐらいなら、もう見るまでなくて、その規模がわかるから、あんまり期待してなかったそうですよ。でも、びっくりしまして。今度は、韓国で今、一番人気のある、ヘリティジとかいう賛美チームがあるそうですね。今、韓国で一番、人気を集めている。彼らと組んで秋ぐらいにやってもらえないのかという話が、今、キム・ジェンド氏に来ているの。ちょっと考えさせてもらいます。それから、おんぬり教会の、おんぬり教会といえば、ラブソナタと有名な、おんぬり教会の、この、で、この2回目、木曜日はやりましたけども、おんぬり教会のその、音楽、賛美の牧師、ラブソナタに来てる牧師ですよ。責任者。彼が、最後にやったんだけど、彼が、終わってから、これぐらいの賛美チームを持っている規模の教会だったら、すっごい大きい教会であるはずだと。この賛美チームのマネージャー、誰ですか、マネージャー。これぐらいのチームはね、マネージャーがいて、ちゃんと。韓国でもこういうチームをやってる教会がほとんどないからね。何万人水準の教会じゃないとこんなチーム持てないということで、うちのマネージャーを探してたら、ユーソンホ君の義理のお兄さんが、私にそこに来て、いや、うちの牧師が来てると。私のところに来て紹介してもらったんです。で、彼が言いました。いや、日曜日までやってもらえませんかと、日曜日。韓国もね、今水曜日だとか、木曜日、金曜日などは、ほとんど集まらない人が、韓国の教会が今ちょっと面白くなってだから、日曜日の集中礼拝の時に、盛大にやってもらえないのかと。いや、日曜日はうちの教会のありますから、日曜日は抜けれませんからと。言ったら、今度ぜひ一緒に協力してやりたいと。日本でやってるラブソナタだとか、でも一緒にやりたいという願いが、あったんですね。もし、今度、神の導きがあれば、一緒にやりましょうということで、わかりました。2万円で始めた教会が、今まで世界の歴史の記録にないほどのホームレス伝道を今までやってきた。調べてみれば、イエス様以来、これだけの毎日数千人の人に、毎週、数千人の人にご飯食べさせながら福音を伝えた、そのホームレスに、教会は2000年、キリスト教教会の歴史にほとんどないんです。しかし神様はやれと言われたから、2万円でもって始めたら神様が精一溢れるほど、
満ち溢れるほどの道を開いておられて、ホームレス伝道はもう世界一と言っても過言ではない記録を遂げてきたんです。3年前から賛美チームが外でコンサートやるのを主は許されたから、許さないと何もできませんから、それやれと言われたら信仰によって、信仰によってやれば何でも神様は何でも、みんな一緒に。うちの賛美チームがたったの3年で韓国の人々がみんな驚くほどの知識力を今見せつけて、本当に彼らを驚かせる水準になってきていて、御塗り教会の賛美と礼拝は向こうで有名な教会ですよ。で、彼らが驚いてるの。どうして日本でこんなのができたのか。ミステリー、ミステリー。しかし、私は思いますよ。うち、私が最初イエス様からいただいた啓示、そして使命は、ホームレスでもない、この賛美でもないの。死の果てまで行って、復活主イエス人の証人となれですよ。今までこの二つだけを取り上げて考えても、御言葉に従ってさえ行けば、問題はありません。弁明しなければ、自分の弱さを弁明しなければ、神の強さだけ叩いていけば、そして信じてまっすぐにすら従っていけば、神は提示された約束された全てを、必ずご自分の権威と力とご自分の皆のために、実現してくださる真実な神様であります。信じる人は本当に心から信じる心で熱くアーメンと主イエス様に思いっきり送ります。ハレルヤ。アーメン。私がイエス様に、いつもそんな大きなことを言ってもおっしゃっていても、今現にホームレス展望、一週間全部延べの数を数えても何千人しかないし、一般人のこれだけしかないし、そんなことを言わないでください。私はイエス様に、私がイエス様に反問したことの、その時イエス様が言われたんです。違う。あなたは現実ばかり見て、神の啓示、真実の約束を信じようとしないんだ。しかし神として違う、それは。あなたの考えと違う。神の考えは、神は約束して、それを遂げるために啓示した分に対しては必ず実現する、心を持ってるし、権威と力も持ってるの。ただスケジュールが神様の御手にあるから、その時その時期を我々は知らないだけであります。ですから私たちには信仰が欲しいの。信仰が目に見えることだけじゃなくて、見えなくてもともかく信頼して、正しく神だけについていく、こういう信仰が必要であると。信じる必要があります。今までホームレスを世界一、これから今の皆さん、今の段階で確信できるのも、見込みだけども、または世界一になるじゃない、この EMC コスペルチャージチームが世界一になるじゃないの。まあ他の人々は全部弱りなさいって意味じゃないの。イエス様は王様でも何名でも立てるのができるから、ハレルヤ。すなわち世界的な、神が望まれる水準に、世界的な活躍できる、そういう水準になれるって話になれる。その第一歩として、沖へ光を放て、2013年度に入りましたイエス様が聖霊によって命じた言葉、みんな一緒に、沖よ、光を放て。今回のツアーで EMC バンドチームが韓国という国に起きて光を放っていた結果に確かになっています。これは私たちの判断ではなくて、向こうの方々の判断、そしてその口を通して聞いた結果なんです。ぜひ、今度韓国に来る機会があれば、ぜひうちの教会にも来てくれ、うちの教会にも来てくれ、一緒にやりたいから。うちの教会の人々も起こしたいからとか、こういう話は私の耳だけでも随分入ってきて。ただ、この時に来てもらえと彼らが言えないのは、これが、に知識がないの。自分たちでうちを先に呼んで招いたら、これを全部出さないといけない費用をね、向こうで。
でもうちが来るチャンスがあって、ちょっとお願いすれば、全部費用は出さなくてもいいから、彼らは。だから積極的に今は、この時に来てもらいたくは言えないの。しかし私はこれを求めていくなよって、これを施しながら行く牧師なの。イエスの皆もただであげるし、ただで伝えて、イエスの権威と力と愛も、その知識も、力も祝福も全部ただで施したいと。お金がかかればそれもただで施したいと。費用も自費で行きたいと、自腹で。それから、食べ物まで施しながら世界選挙に出ていきたいと思っている牧師が。なぜかというと、これが神の人がやるべき使命なの。皆さんが神の人であれば、皆さんから、暗闇の中にいる人々に、全世界にいる人々に、皆さんから、イエスの皆をただで違うべきだし、イエス様が許されたすべて豊かな力を、祝福をただで施しながら、イエスが神だと違うべきだし。今回ソウル行ってもね、行った時にも、その一つが実現できたの。もちろん、うちの教会の地域で行ったし、それから向こう行ってね、うちの40羊がまだ向こうで、行く前からもう予約してあるの。ある、すごい大きな、美味しい、レストランを。それで、向こうにいる私の知り合いの牧師とその関係者たちを25名も集めて、もう、前もって予約を取っておいて。普通はね、日本からお客さんが行くと向こうの人が、もてなすべきだ。ありませんか？しかし、うちが先にも、もてなしたの、向こうの人を呼び集めて。意味が分かった、ないね。誰も、喜びがない。まだ意味が分かってないの？物を食う教会だって、物を施す教会という意味をまだ分かってないね。まだ分かってない。家に帰りなさいよ。信仰がなければ神の前に立つ資格はないの。神の前には信仰によって立つべきだ。アーメンができる人まで、イエス様再臨される時まで、天に行くまでついていきますように。イエスの皆で祝福出します。アーメン。考えてみてくださいよ。日本から新牧師が、口を一個ずつちゃんと持ってる人々を中央米を連れてくれば、これをもてなすのが大変でしょう。この人々も。だからみんな沈んでる。みんな。うちのスケジュールを聞かないの。なんで、スケジュールを聞いたら一食をもたらないといけないから。主なる神が私の信仰、私の気持ち、うちのサモリの気持ち、考えてよくご存知でありますから。うちは、もらう教会、もらう人だって、施す教会、施す人になるわけ。それで神を思いっきり、自信満々、明かしはできろ。それを我々は目指してきた、来てるから、今まで。もう、水曜日の昼間、すなわち一番最初向こうの人と接触する、その時に、みんなを集めて、25名をうちが旅させたの。有印執事がそれをちゃんと、自分で全部やって。私は頼んでもないの。それは、頼んでもないのに。それで私は、じゃ別に、お塚さん、よくやった。それで終わり。それ以上褒めたらこれまだ神様からもらう報いが消えちゃうから。信仰によってやって、私にやったんだ、神様にやった。神様をさらに溢れるとを彼女に満たしてくださる。約束はここにあるのに、下手に私は褒め立てて、彼女の祝福を私は消えることはないでしょう。よくやった。ハレルヤ。最初から向こうの牧師とたちと関係者たちが、ありがとうございました。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。本当は私たちが向こうの人にごちそうさまでしたと言うべきなのに。向こうの人々が、向こうの教、いくつもの教科の牧師たちのうちに、ごちそうさまでした。日本選挙に行けばみんな、滅んで、倒れて、泣きながら帰ってくる姿しか、をたくさん見てるから。日本で生き残るだけでも勝利だから。日本で現状維持を作っていくだけでも勝利だと思ってる、こういう、現実の中で、ここから行って、向こうの人、それも、ビッペネストランで、食べ放題のビッペネストランで、施したからよ。驚かないければ、逆におかしい。
死んでいるじゃない、死んでいる人じゃない限りは驚くべきなんですよ。ハレルヤ。いつも皆さん説教してますか？うちの教会は行けば行くほど大きく強く正しくなる。福音、イエス・キリストの福音、復活主イエス・キリストの福音の証人として、イエス様再臨の時を信仰によって備えていく教会であると信じたいと思うならば、一回だけ、アーメンと教えてください。一回でもまともにやれば、いい加減に十回やれるマシだった。一回やってもいいから、ちょっとまともにやって、まともに。ハレルヤ！アーメン！ですから、これから賛美チームの活躍は、もう限りなく、どれぐらいまで神様が用いてくださるかは、皆さんの想像枠で、皆さんの信仰に任せますが、想像を徹する結果を出していただけると、私は確信を持ちます。アーメン！また、じゃあみんな一緒に、この教会の未来が、楽しみですよ。隣に向かって、あなたの人生も、隣に向かって、隣、顔合わせて顔合わせて、あんたの人生も、楽しみだわ。ハレルヤ。浅田さん、なんで奥さんの顔見えないの？みんな一緒に、もう一度、私の人生も、お楽しみに、隣に、隣に、隣に。ハレルヤ。誰が指さしといたの？指さしなくて言葉でちゃんと言うんだよ。じゃあ、私の人生も、お楽しみに、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 に。ハレルヤ。やっぱり生きておられる神様から今回も共にいてくださって、共に働いてくださって、導いて、守って、助けてくださって、その印を立派に見せてくださったの。この賛美チームと関係ない証はまだありますよ。続きますよ。韓国の1月というのは一番一年中寒い時期ですね。2年前行った時にもうびっくりして、頭がパンクしそうになったの。寒くて。ですから、この、韓国コンサートが決まった時から、うちの女房サムに初めて私祈った。暖かくなりますように。暖かくなりますように。行く前の日まで氷点下10度以下回っていましたね。向こうの天気がずーっと、すっごい寒く。しかし私たちが行く日から、氷点下じゃなくて、プラス、マイナスじゃなくて、プラス8度から12度まで上がったの、木曜日には。春でした、春の気温。それで行こうと思ってたのもういらなくなってね。コートなしで歩いたの。夜も。で、向こうの人々に明かしたら、あんまりピンとこないらしいですね。気温を変えながら毎日生きてないから、うちはもうしょっちゅうやってる。皆さんは慣れてるでしょ？雨をやますとか、台風の道を変えるとか、こんなのはうちはしょっちゅうやってる。一週間の中でも何回もやってる話じゃないですか。表の習慣などありますから。でも僕にはピンとこないらしいで、こういう話に。でも、私たちはこんなに生活を共にする神じゃないと私は興味ないの。生活を共にする神様だから私は全てを捧げることができる。ハレルヤ。気温、まず基本が変わりますね、気温が。ですから、プラスマイナス、気温の差を言えば20度。マイナス10度がプラス10度になったから、20度の気温の差が、これが、神牧師と皆さんの力ですか？主なる神イエス基督の聖霊の働きの結果ですか？ハレルヤ、認めます？気温の差が20度も変わったの、20度も。うちがソウルにいる時だけ、今日からまた向こうは冷えて、明日は15センチ雨だそうですよ。うちがいる時だけ、火曜日から土曜日の朝まで、向こうは暖かい春の天気でした。ハレルヤ。100% これは冗談抜きですよ。100%。それから、3
3日目、金曜日はちょこちょこ雨が降ってましたよ。雨が降ってたんだけども、金曜日、この日本からいた日本人のチームがいるから、韓国が、ソウルが、ね、いいところは慶北教、慶北教という宮殿がありますね。李氏朝鮮時代の宮殿。そこへ1時間連れて行く計画を立てたんです。でも雨だったので車で移動していましたけども、サモニ、私は別のことを取っていて、他の用事で、サモニがリーダーしていたんだけども、祈ったそうですよ。この雨をやましてほしいと。雨の中を歩きづらいから、雨を神様やましてほしいと祈ったら、京北宮に入る4時から5時まで雨がパッと。やんだと思う人だけ、アーメンとお聞き様に。握手を捧げてないのは、やんでないと疑う人でしょう。雨は、その1時間だけ雨が止んで、出てきて5時に、あれ、もう終わりの時間だから5時に出てきて、車に乗ったらまた雨がパラまいて、ワイパーを使うようになった、ワイパーを。ハレルヤ。1時間だけ雨を止ましてくださる親切な神様。ピンポイント攻撃ができる神様。ハレルヤ。この方が木曜日の朝はね、木曜日の朝は本番でしょ、木曜日のコンサート、あの、おんぬり業界の、でやる。これがメインだからね。この日は、その水曜日の夜、もう、別れが、皆さんとの別れが遅くて、家に帰ったら、ゲストハウスに帰ったら、うちが、1時ぐらい、12時過ぎてたの。で、いろいろ話をしてて、その日のことを、話をしたりしてたら、2時半になりまして、2時半からもう寝る準備をしましたから、3時ぐらいから寝るしかないでしょ、出てくのは。あと、4時半の、昇天祈祷祈りは、これ、ごめんなさい。ちょっと疲れたら難しいと思って、5時半、2時間は寝ないと思って、2時間は寝ないとと思って、明日も仕事もあるし、2時間、この5時半に起きて祈るつもりで、この、何、目覚まし時計をちゃんと合わせておいたの。でも、とっさに寝ていても、全然何も聞こえてこない。安心して寝てたら、パッと天気が入るの、部屋に。部屋に天気が入る、パッとある瞬間に。で、二人とも寒いと目がパッと覚めたの。で、時計を見たら、6時ちょうどです。で、サモニンの携帯と俺の携帯の目覚まし時計をアラームを確認したら30分鳴りっぱなしでもう疲れてこれもう止まったの。起きないから。30分になっても起きないから疲れて止まったの。それから30分また寝たの。だから約3時間をぐっすり寝かしてもらったの。その3時間後、もうこれ以上アラームはならないから、今度は神様が天井をつけたの。それでパッと目覚まし時計という話は今まで聞いてきてるし、使ってきてるんだけども、目覚まし天気は見たことないね。目覚まし天気で神様が起こしておられたんですよ。信じる人は心から雨。ああ、本当に。で、私はサモに言ったの。うちの神様はね、いろんなことできますね。天気をつけて起こしておられる神様。天気をつけることもできるんだなと思った。言ったの。みんな一緒に、うちの神様は、稽古との光をつけることもできるんだ。ハレルヤ。必要だと思えば、万物を用いてでも助けてくださる神。その神を讃えて生きる人になりますように、イエスの皆で祝福いたします。アメン。何よりも感動的だったのはこれじゃないの。木曜日のおんぬりホールで賛美をやってた時に、本業な姉妹が私の隣に来て座って一緒に賛美をしてた。本業な姉妹は、脊髄に、癌にかかって、脊髄の骨、背骨はこれくらい太くある背骨を、癌細胞が全部これを溶かしたって、太くある背骨がこんなに、指のように細くなったんだな。で、虎ノ門病院で南病院で彼女諦められて、国へ帰ったでしょ。帰る前に俺が3度くらい彼女を明かしたって安心したの。向こうの病院で検査したらこれ治ってる。今死んでお墓に入ってるはずの彼女が私の隣で神を賛美してるの。ハレルヤ。牧師の娘は生きてるの？牧師の娘は生きてるの？
5番目だよ。牧師の娘が出る、牧師の息子が出るまで、彼女は帰らず、もうその前はちょっとこうずーっと疲れたのね。みんなこう、明るくない歌をずーっと歌い続けて、何曲も何曲も、みんな眠りかけていたぐらいだから。しかし彼女が、うちのチームが出たらもう、彼女だけじゃない、みんなが目覚めて、ある人は起き上がって、手を叩いたり踊ったりしながら、うちの賛美チームと神を称えることができたの。本屋の姉妹が、死んでるはずの人が、隣に座って神を賛美する姿、感動そのものだった。感動そのもの。ハレルヤ。誰も彼女に献金しようと言ってないの。でも献金まで、フートまで用意してきてる。死んでるはずの彼女が献金する人になってきてる。ただ何にも言ってないのに。なぜ彼女は、イエスキスに会ってるからです。復活の主イエス基督の証人となっているからですよ。信じますか？で、僕この、鉄地情報研究会のサムリンの友達の金明で伝道師が言ってましたよ。新牧師の教会の人々はみんな、列挙ファンですね、と。列挙。列挙的な信仰の持ち主ですね、と。みんなが誰を見ても熱い熱い。みんなが熱い。孫悟空の義理のお兄様も、ここにこの間一回来たでしょ？それから向こうへ帰って、うちのタイパになってるの。うちのスポーツマンになってる。タイ弁になってる。まだアメリカから来た孫悟空のいどこのお姉さんも、もう自分の教会は日本の東京地の果て選挙会が自分の教会だって。向こうの家族に怪しまれたと。なんで、こっちの教会のことばっかり喋ってるし、こっちのことばっかり、こっちで言うことばっかり聞かないから、それしか。だから向こうの人が、どっかおかしい教会に行ってるんじゃないかと、向こうの兄弟がね、怪しんでいたそうですよ。でもみんながうちの信者たちは熱く、新名義の人も来て、新名義の姉妹、家族連れて、お姉さんとその子供たち連れて、また選挙献金まで持ってきて、日本人選挙に近づかないと。みんなが熱くなってる、みんなが。ここを通っていた人はもっとは、ここにいる時よりもっと、ここにいる時は日曜日休んだりしたいと、もう向こう行って、もうこっちのことをずっと熱く思い立てる今。さあ、これは全部、バンドチームの力でも、知恵知識でも、テクニックでもなく、私たちの知恵の言葉でもない、主の聖霊が計画された通りを今、導いておられるからだよと信じる人になりますように、主イエスの皆で、祝福します。ハレルヤ。うちの教会はイエスの皆を与えなしにいただいておりますから、ただ与えなしにいただいて教えて、さらにイエス様からいただいた権威と力と、命と祝福を、霊魂肉ともに、すべての面において、豊かに、世の人々に示しながら、施しながら、地の果てまで行くことを目指して、今日からさらに起きて光を放っている人になりますように、イエスの皆で祝福いたします。ではみんなで祈りましょう。万軍の主なる神様、心から感謝いたします。あなたの口から出る